最後にお知らせがあるよ。ロスはどうも、オビスケです。人間が生活する中で必要不可欠なのが家です。しかし世の中には事故物件や崩壊しそうな家、様々なものが存在しています。その中でも今回ご紹介するのが、幽霊の呪いから逃げるために38年間増改築し続けた家です。それでは一緒に見ていこう。始まり。舞台はアメリカのカリフォルニア州サンノゼにある超巨大な豪邸です。家主はウィリアム・ワート・ウィンチェスターの妻であるサラ・ウィンチェスターです。ウィンチェスターと聞いてピンとくる方もいるかもしれませんが、このウィンチェスターは大手銃メーカーのウィンチェスター・リピーティング・アームズ社です。そんなサラがなぜ増改築し続けたのか、それはウィンチェスター家につきまとう悪霊の呪いから逃げるためです。このウィンチェスター・ミステリーハウスが作られる原因となったのは、立て続けに起こった家族の死です。サラとウィリアムは1862年に結婚し、1866年にはウィリアムとサラの間にアニーという娘が生まれました。しかしアニーは生後1ヶ月も経たない間に命を落としてしまいます。そして1881年にはウィリアムも結核で帰らぬ人となってしまいます。立て続けに家族を失い、一人ぼっちになってしまったサラは悲しみに暮れた生活を送っていました。天気。そんなサラのことを心配した友人は、サラに霊媒師に相談することを勧め、サラはそれに深く賛同しました。そして友人の勧めでボストンの霊媒師という異名を持つ霊媒師に相談したところ、ウィンチェスター家は呪われているとサラに告げました。その霊媒師が言うには、ウィンチェスター家が製造した銃によって多くの命が失われた。その犠牲者たちの恨みや憎しみが呪いとなってウィンチェスター家の復讐の機会を伺っていると衝撃の事実を告げます。精神的にかなり不安定だったサラはその話を信じてしまいました。そしてサラは霊媒師にどうしたら呪いから逃げることができるか聞いたところ、アメリカ西部に行き、そこで家を建てなさい。ただし、建築をやめてはいけません。ずっと家を建て続けるのです。もし建築をやめてしまったら、あなたは命を落とすことでしょう。と、さらに告げました。かなりうさんくさい話ではありますが、精神を病み、正常な判断ができなくなってしまっていたサラは、この話を信用してしまいました。ミステリーハウスの建設。サラはその後すぐにカリフォルニア州サンノゼに広大な土地を購入し、大工を10人以上雇い、家の建築を始めました。そしてその建築は、霊媒師が言った通り、サラが死亡するまでの間38年間にあたって365日朝も夜もぶっ通しで建築作業が行われることになりました。このウィンチェスターミステリーハウスには基礎となる設計図らしい設計図はなく、サラが独断で無計画にどんどん増改築を指示した上に、悪霊を道に迷わせて外に出すというコンセプトに相まって、迷宮のような作りになっています。例えば、登ったら壁の階段、ドアを開けたら壁、他にも入り口がない部屋や2階のドアを開けたら1階に落ちるなどの様々なギミックも搭載しています。そんなウィンチェスターミステリーハウスは、部屋数約160、暖炉47個、煙突17基、窓ガラスに至っては1万枚を超えます。しかも建材は全て一流品で、ステンドグラスに至ってはティファニーの特注品だったといいます。そんなウィンチェスターミステリーハウスの費用は約550万ドル、日本円で約6億円にも上ると言われています。当時のサラはウィリアムが残した遺産とウィンチェスターリピーティングアームズ社の約半分の株を所有していたため、サラは何もしなくても毎日200万円近いお金が収入として入ってきました。ちなみにこのウィンチェスターミステリーハウスは現在は観光スポットになっており、入場料を払えばツアーガイド付きで中を見ることもできます。はい、ということで戻ってまいりました。今回初めてのこういった都市伝説のような怖い話のような動画、いかがだったでしょうか。僕としてはこれがね、マジで痛いんだよ。ここがさ、ボルトで止まっててめっちゃ刺さる。めっちゃ痛い。そんなことはさておいて、重大発表です。私オビスケ、ただいまクラウドファンディングを立ち上げました。どうしてクラウドファンディングを立ち上げたかというと、僕の登録者が嬉しいことにやっと100人を超えまして、様々な動画に挑戦したいなと思って、それで今回このような動画も撮ってはいるんですけれども、やっぱりこうやって後ろのグリーンバック、黒巻合成や様々な編集をやる上で、今のパソコンのスペックだと
正直めちゃめちゃ厳しいところがあります。 MacBook Air の2020年のモデルで、コアがインテルの i5、 そしてメモリが 16GB、 ちょっとこの辺が僕的には正直今のそのスペックだとチャレンジしたくてもできないっていうのがすごいあって、こうやりたいけどできないっていうのはすごいもどかしいことでもあって、で僕もどん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 スキルを磨いていろんな動画にチャレンジしたくて、いろんな動画を皆さんに見ていただきたいなってものはすごい思ってて、なので少しでもちょっと協力してもいいかなとか思っていただいた方は、概要欄の方にクラウドファンディングの URL を貼っておきますので、まずは一回見てみてください。新しい MacBook、こういったものを買わせていただきますなどの、スペックに関しても全てそこに書いてありますので、URL を一度ご覧ください。よろしくお願いします。今回この動画の反響が良ければまたこのような動画を作りたいと思ってますんで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもどんどん待ってるんでお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。